はい、やだしの絵203日目でございます。今日はね、久々に時間があるのでこの畑の方に手を入れていこうかなと思います。はい、もうなんか溶け始めてますけど、唐辛子が、この唐辛子を今日はもう抜こうと思います。抜いて干す。なんでもこの唐辛子の干し方にはいくつかやり方があるけれど、そのままね引っこ抜いてね、引っこ抜いてぶら下げるだけというやり方もあるらしい。これでこの輪っかの部分をこの釘のところにこうかけると、よし、できた。 OK。おしゃれおしゃれとはよっ。まだ緑色のね唐辛子もあるけどね、赤いのだけ取って一つ一つ天日干しっていうのがまあやり方なんだけど、一番オーソドックスなやり方なんだけど、こうやってもうね一株丸々取ってそのまま干すというやり方もあるらしい。ほい、まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。ほい、なかなかいい感じ。このナスたちを撤去していきます。うん、結構いっぱい取れたね。ピーマンもね、取っていこうと思う。もう、ツーツーでにするつもりよ。はい、ピーマンもどっさり取りました。で、このピーマンなんですけど、なんでもね、ピーマンってのは越冬するらしい、うん、ので、あの枝をバサバサ切り落として、で、あの鉢植えにして部屋の中に持っていこうかなと思います。できるのかどうかは知らないけどな。よし、まあなんとなくこんな感じで、でこれをこの置いてよっ、うん、まあ、完成。ピーマンの鉢植え、これを年越させてみたいと思います。花があるよし。はい、やだしの絵203日でございました。お、こんなところにうちの猫が、のしのし。はい、私の203日目でした。間引いた春菊をこうやってね植えて、あと何したかな。あとはまあピーマンとシトの収穫をしてましたね。ふぅ、今日やったわ。まだまだ。